ホームルーム始まっちゃうよ。もう何時から来てるの？ね、なんでそんな早く？あの音ってともちゃん家の前だったんだ。じゃあともちゃんまた後でね。少年、はい、ちゃんと取っておいてあげたからね。あ、今日はね、特別にバナナットを入れといたから感謝するようにね。やだ、冗談よ、冗談。それはそうと、今日こそは放課後来てくれるよね。そっか、しょうがないか。じゃあその時は頼んだよ。ありがとうございました。あ、ともちゃん、またパンなんだ。そうだよね。で、おばさん、いつ頃帰ってくるんだって？じゃあさ、今度ゆえがお弁当作ってきてあげよっか。集中してるような素振りなんて見せてないじゃない。そんなことしなくても普段から授業聞いてればいいことじゃない。テストの時に役立ってる。違う？一応勉強することに感心してるんだから素直に喜んでよ。
しよっと。かもね。隣にいてつい乗せられちゃって。じゃあね。おい、トモヤ。見てたぞ。お前ずいぶん音羽さんと親しくなってきたじゃないか。なんだ、用事でもあるのか？テスト勉強？お前が？いきなり何を言ってるんだか。大体まともに勉強なんかしたことないだろうに。急ぐようなことじゃないだろ。テストまで、60時間以上も猶予があるだろ。だから一教科あたりだいたい5時間は勉強できる計算になる。これなら余裕じゃないか。組まれてると思ったか。食べながらでも勉強ぐらいわけない。俺はスパルタだからな。なんとでも言え。なんだって？いや、シンプルでいいけど、本気か？できもしないこと言うなって。ま、駅前のふくふく亭でラーメン3杯ってとこだな。そこで偉そうに言えるんだよ。まあいい。じゃあ俺は帰って勉強するぜ。するか。
たいくらいですから。した後みたいでしょう。もちろん、智也さんのおかげです。待っててよかった。
夢の一つも叶ったし、こんなに嬉しかったことはないです。おんぶしてくれたでしょ。恵みの雨でしたよ。心配しないで、トモヤさん。大丈夫だから。心配しすぎです。ともちゃん、いよいよ明後日だね、中間。勝てそう？1500円だから割り勘にすれば750円で済むじゃないね。すっごくお得でしょ。
違う。いいんだろう、ああいうの。ゆえあんまり映画とかは詳しくないしな。え、タイトル？サブタイトルは肝玉母ちゃん100日奮闘聞いたもん。ホームドラマね、ある意味そうなのかもしれないけど、終わらないかな。